正式に制定された2曲があり、その前にも国家のために制作された1曲がある。満州国が最初の国家の制作に着手した時期は不明であるが、1932年3月1日の満州国建国宣言の頃にはすでに準備が始まっていたと思われる。1932年5月21日、満州国体育協会は、 ロサンゼルスオリンピックへの選手派遣を同オリンピックの組織委員会に対し正式に申し込んだ。組織委員会は参加は国際オリンピック委員会の承認によるとして国内オリンピック委員会を編成した上で IOC へ申請することを促すとともに組織委員会に対して国旗と国歌を送付するよう5月24日に連絡してきた。これに対して 満州国体育協会が IOC 執行委員会及びオリンピック組織委員会宛てに国旗、国家を組織委員会宛てに送付したと記した文書を6月12日に発信しており、この時点で国家が完成していたことがわかる。作詞は満州国の国務院総理であり、文筆家としても知られていた抵抗書、作曲は 日本作曲界の大御所であった山田工作。日本国内では満州国国家の完成を新聞が報じ、1932年5月にはレコードが発売され、雑誌月刊楽譜には付録として楽譜が掲載されたが、満州国内では一切公表されず、結局正式には採用されなかった。不採用の理由は明らかにされていないが、旋律が難解で、 一般大衆が歌うのは困難という批判が発表当時からあった。加えて満州国がオリンピックに参加できず発表の場を失ったこと、歌詞の全主国も知人と不全神も平の部分に関東軍が不快感を示したことなどが理由になったと考えられている。1933年に国家が制定されると大満島建国家と解題された。 大蜜るす国国家復国番地、壁景展開、少子果て景子炉の熊和が新大義景縄を育武し、画行白愛、警戒要求外善主国系持ち人不全、守る景意兵天不愛同地不愛、宝科悪そのおじ景賢所青広島塾ひよこめの民、景子この広し作り、大蜜る島帝国国家とも呼ばれる。前の国家に続いて、帝公書が作詞した。 作曲者については、満州国文教部選として公表されなかったが、高津里氏、その山民兵、村岡楽堂の合作であることがわかっている。1933年2月24日に制定された。軽快な旋律が中国的な印象を与え、日本語の歌詞がないにもかかわらず、日本人に親しまれた。 1942年に新国家が制定された際、この、三ツルス国国家を、建国家と解題したため、大三ツる島建国家との混同が生じている。天地有料新三ツる島新三ツる島ンゼ新天地頂点立地無垢無有造成我が国家ただ、有心愛並びな恨みあだ人民三千万人民三千万、十か十倍なり。 徳自由従人儀なお礼譲るし我が身を治むや、ひとし国一この外南急近の,の、乗り友世界道下園の乗り友天地同流天地の中に新満州あり新満州はすなわち新天地である、天をいただき地に立ちて、苦しみも憂いもないここに、我が国家を立つただ親愛の心があるのみで、恨みは少しもない人民は三千万あり人民は三千万、あり。もし十倍に増えても、 自由を得るだろう。人義を重んじ、礼儀を尊びて、我が身を収容しよう過程はすでに整い、国家もすでに収まった他に、何を求めることがあろうか近くにあっては、世界と同化し遠くにあっては、天地と同流しよう1933年制定の国家に対し、国務院はなど、国家として満ち足りない点もあるとして、建国十周年にあたって、新たに点がそう。 霊友婚平意感銘のある国家を制定すべく準備が進められた。1941年10月22日に国家制定委員会が創設され、その下に起草委員会が設置された。起草委員会にはさらに日文化式起草委員会、万文化式起草委員会、作曲委員会の三文化会が設けられた。まず、日本語の歌詞案が作られ、その後、日、 万両国の作曲家に移植して堅能された原案を作曲委員会が審議して作曲案を決定。日本側音楽顧問の山田耕作と新次清吉がこれを修正して曲が出来上がった。さらに、三カ徳と万寿の2号を日本語の歌詞と同じ位置で用いるように中国語の歌詞が付けられ、二つの言語で同時に成唱できる新しい国歌が完成した。 1942年9月5日に制定され、1933年制定の、三つるスコ国,国家は、建国家と解題された。大井御光天地に、三つるち三伊佐尾は、竜久島都市方への一万寿保義天津五行、青木松蘭、人工海宇宙表理山川津吉港、雄帝伊佐の高し義ぎ等々、幕与えとも永樹天遊計一万久し無行薄み。 大行三天行計輝き講実月。ありがとうございます。